はい、どうも竹雄です。今回からというか、まあ、シリーズ的なあれなんですけど、ここら辺のファミコン、スーファミ系を気になるやつをちょっと遊んでいきたいなと思います。まあ、星のカービィやろうかなってね、夢の泉物語、まずはこれ、まずはこれ、あー、メトロイドもちょっとやってみたいんだな、まあ、とりあえず星のカービィ行きましょう。丸書いて、お豆が2つ、おむすび1つ、あっという間に、わあわあ、殴れた。星のカービィ夢の泉の物語、多分ね、まだやってなかったと思うんだよな。カービィ1号2号3号バンっつって消えるやつですね。よし、行きましょう。あ、ちょうど私邪魔じゃなくていいね、これ。ベジタブルバレー、操作方法なんだっけ。多分コピー能力があるって書いてあったかな。じゃあファミコンか、ゲーム、待って、多分ゲーム、あのスーパーデラックスみたい、みたく、あ、デスパック本当ださ、ジャンプB には分かった。あ、OK、 セーフね。待って待って、あれがボタンが間違える。微妙に処理落ちしてるね。あ、で、そうか、ジャンプ飛ぶのは上ね。ジャンプは OKOK、 ファイヤーがいたけど、とりあえずなんかスパンプよりもこれなんだ、ビームの方が前に射程長いから、ビームもやりやすいかも。色ちょうどない、君先生落ちそうだな。俺トスターの時に上ボタン押せるかな。やっぱちょっとあれだね、違ってたね。まとめていい、ビームなんだっけ、マキシマムトマトだか、マキシムトマトだか、マキシマムでいいんだよな、HP マックスだから。ポピージュニア、あ、おしまい、 OK、 OK、 カービィってさ、何個かやってきたけど、うわっ、夢の泉ってまだやってないよね。そう、いつもこれ、まあ、やったことあるかな、いつもそこ、いつもこういう系のやつってさ、1いかないんだけど、なかなか。なんかでリメイクされてますね、これ、夢の泉物語って。まさかのクレーンゲーム。あれ、アドバンスかなんかで出たやつも夢の泉だったっけ？じゃあ、それでやってんな、多分な。あと、でっかいのね、やっとこうぜ。いけるかな。もう久しく、いや落ちるでしょ、その日か、大丈夫だよね。取ると何があるの、1キャップすんのかな、ボーナス欲しい、1キャップか、いや普通に欲しいんだけど、それってまあ毎回できるわけ。そうだよね、これ少しずつ空いていくの見たことあるわ。メタルトとかも選べるやつあったっけ。カービィの実況ってさ、何やったかな。スーパーデラックスやった、ウルトラ、待って、サーキブルは欲しい、ギャー、勝った。ガードとかないよね。そうだよね、スーパーデラックスじゃないし。ウルトラスーパーデラックスってやったっけ。で、なんだっけな、カービィ2かなんかやってるよね、ゲームボーイの。いいよ、飛び道具大好き、後ろの射程無限。ふぅ、普通投げる、クソ、ふぅ、あ、そっか、当たってるのがあれ、ひぃひぃ、これ普通投げよう。クソ、よくよけたな。
もう無理か。クラッシュなんだね。あ、クラッシュなんだ。本当にクラッシュだった。ああ、ボムじゃないんだね。じゃあ、ファイヤーですね。ファイヤー。危ない。特に隠し要素的なものはないだろうから、ガンガン進んじゃっていいんだよね。ああ。いけるかなと思ったんだけど、カービィってさ、ものによってはジャンプで壊せたりするやつあったじゃないですか。しかもこいつだけ優遇されてるじゃん、自分にジャンプ攻撃もあるじゃん。ちょっと早めに押したけどダメでした。トゥン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 、ゴール。やぶ、危ない。そんな気はねしてた。安全に行きましょう。足切りをしたくなっちゃうけど、もういい。まあ意外とさ、一発は耐え。このファイヤーは何になる？何のファイヤー？普通のファイヤー？それかな。あ、それだ。バーニング、ファイヤーとバーニングは別らしいよ。ギャー、あるある。こういう手のものは着地にやられる。よいしょ。いい移動手段ですね。ふぉ、ぐわっ。待って待って、ああ、あるあるですね、ドキコで。ふぅ、クロッピー。おお、出待ち。そうだ、一瞬になっちゃったな。これは向こうから、やばい、処理落ちがやばい。少しでも減らせ、これね。あなた帰んな、ハクン、ずるいよ。こっちなんもねえように、どう。いやー、兄か、どんどん悪くなってますね。てててて、なに君は。博物館、いろんな敵のいろんな時、そんな時を持っててきたという岩手に飾ってみました。あはあ。あ、でしたね。ここはソード部屋ね。スーパード X とかにコピー能力変えられるところがあったりとかした。上だよな、多分な。フロスト。わーい、強いぞ。あいつなんだろう、一瞬吸い込んじゃったからフレイズ。おお、スパーク的な感じだな。見えよ。ほっ、ふっ、あぶね。身を守るのにいいよな。で、この氷もたまんないから、おふわふわ。そうそう、ウイスキーウッズが、オスがウイスキー、あーっと、ニードルがあるぞ。バドルでも結構好きなんだよな。よし、君は何？メタナイト？急に出てきたな。走れてるね。ドゥ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 、息合ってなんかいらないぜ。先に進むことが大事。どのタイミングなんだろうな。
あ、行った行った行った、見つけたな。お、UFO。 64のカービィはやってないよね。あれも好きなんだよな。なんかデデデ書いてあるけど、まだデデデじゃないし、さすがに。あれは次のエリアだ。ボスベアレナ、ウィスミューツ。これさ、フリーズずっとさ、近くで撃ってりゃ終わんじゃねって思ってるけど、どうかな。あ、ウィスミューツって割といつもこんな感じだよね。悲しい。クリア。飲み物取り行ってかな。よし、アイスクリームアイラン、アイスクリームだよな。英語力には自信はないからね。日本語力も自信ないし、言語は無理だ。言語はできない。あのパラソルも好きなんだよ。立ってるだけでさ、ほら、なんかそろそろ出てくるような気がしたんだけどさ、あれ飛ばない？大丈夫か。あれさ、手を離すパターンがあるじゃないですか、あれ。そうするとパラソルじゃなくなったりするんだけど。優秀だな。お。出た、あいつ、あいついつも強いんだよな、吸い込めねえし、爆発するしで。やっかい、なんて名前なんだろうね。いつもね、出てくるくせに名前を覚えられない。この埴輪のやつとか、埴輪っていうか木のやつも、うへぇ、すごい雑になったけど、パラソルが使いたかった。これ取ってるだけでさ、反対あるよね。よしよし、クラッシュ。急降下ないっしょ。トルネード、あートルネードだったなー。あ、これワドルディン、あれスカになっちゃうんでね。待って、すごいよね。トルネードってさ、カービィボールではよく使うけど、よくいるけどさ、普通のカービィってあんま見たことないな。もうどのタイミングであったか忘れちゃったよ。なんか多分使いにくそう。下気になるよね。なかった。あ、しかも通り抜けでやな。君はスカだよ。待って、移動能力がすごい、うん、ではね、壊せない時あるよね。後ろを向いちゃダメ。ああ、ピュン、貫通弾強いよね。あ、止まっちゃうんだね。空中で止まるかと思いきや、うん、ブレーキかかる。ラプスター。でっ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 、なんか選べってことだよ、あれだ、きっとな。ホイールじゃん、上。あ、待って、負ける気がする。だよね。ジャンプ。ニートルじゃ相性悪いよね。そしたら、いや、もっと離れてから攻撃できるのがよかったな。そっか、すごいコピー能力あるな。ああ。走れってことなのか。トイレで行くぜ。トイレ。うん。で、危ね、大丈夫ね。そうだよね。なんてこれジャンプできるのかな。できなそう。これファミコンだもんな、すごいよね。本当に。ドンキーとかもそうだけどさ、スーパーファミコン。行かない方がいい。
番いいことだな、音時計。今何分くらい？十分。いいね、ガンガン進んでるよ。クレーンフィーバー。ちょっとでっかいの取り行こうぜ。てる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 。あ、そうか、これあれクレーンゲームもう全然やらなくなったなって話を。もうラーメンいるんじゃないかな。でなんかさ、そのクレーンゲームもさ、ゲーム性がもうわかんない、自分が行ったところがあるのかもしれないけど、ゲーム性がもうほとんどだってさ、もうお金つぎ込んでそれ絶対落ちるでしょ。お金つぎ込んで、あの確率機みたいなのアームのパワーが強くなった時、一定以上に額に達した時にアームが強くなるみたいな感じのさ、やつあるじゃないですか。ああいうのばっかりでさ、なんか面白くなかったんだよね。全部そういうのぐらいしかなかっただよね。やめました。ビームなんていたっけ。気になるけどな、でも隠し的なものはないから、ないと思うから、収集要素的なものもさっきの1アップかぐらいだよね、きっとね。よしよし、ナイスバーサー。シュー、あーこれね、中で食らっちゃうと強制解除だから。あとなんだっけ、ゲーセンの話か。あー上のスパッとか買えばいいんだけど、あとはその時の流行りのさ、グッズばっかりになるじゃないですか。だからだよね、行くしかないなと思ったけど、景品もどこも同じような感じになっちゃって、ネタで戦うんだ。すいません、僕すっぴんなんですけど。あ、違かった、スウェルショー君、君だ、確か。そう、強いんだよ。待って、突っ込んでくるの強い。上で切った。ちょっと、うっそ、そんな下に落としてくるの、ボイスって良くないって。道中暗いすぎたね。よいしょ。あと突っ込んでくる君早い。しっかり定期して、どっちから来てもいいように。おう、上押しちゃってたね。どうやってもう下終わった。威力高いね、カービー。空気砲だとね、そう、意外と倒せない。吸い込むのが早い。そう、コピー能力ないときついっすね。終わり？うん、いいね、いいね。またカービィもいろいろとね、やっていきたい。スーパーファミコンの方にさ、3が確かあったよね。3はね、やったことないんですよ。あ、コピー能力が。あれ、吸い込んだまま落ちるのもよくあるから、こういう時にね。うへ、多分この感じだと結構死ぬ気がするから、1キャップは止めるときに取っておきましょう。わーい、不用意、あって危ない。
しさ。アンデスをこすり込んだし、結構転がったね、転がったね、弾んだね。あれスーパーファミコンにもロッキーがいるじゃないか。確実に使い勝手は悪いけど、君誰？ねえ、強い。ロッキーの判定がすごいだったらマイクってことは使い捨てだから気をつけないとね。1回でなくなるパターンかな。スーパーデラックスは3回だったけど。いや、使っちゃう。あ、3回っぽい。ドリアビームだな。ジェスワー、くそ。あービーム取れないとダメなんだ。で、1キャップがあっただけか。ビームじゃなくてレーザーか。あ、ビームはそうだよな。レーザーのヨーン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 。そう、あいつ、やるな、やるな。よし、レーザーかっこいいな。ヨーン、射程無限じゃない？無限っていうか端っこまで行くんじゃね？危ない危ない、なんてこの配信してるんだ。5ステージぐらいあるのかな。そんな多分カービィって長くないよね。特にコロコモのやつだったら。なんかあるな、闘技場。2人が入って出るのは1人。ここは戦いの闘技場。トマトと特技がもらえるけれど戦いまで出られない。さあ、とかめの始まりだ。だん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 、連射機能が強い。もうアイスフリーズもらえるだけだよ。あんだんだん。あってレーザーが一方的すぎるんだけど。なんかコピー能力場だよな、あれもな。あんだ、レーザーし、レーザーで交換しようかな。すごいよ、新しい。君が。あれ、そう、パズルが入ってあるんだよ、確か。ギャッ、あれスタミナドリンクみたいなのってさ、2ぐらい隠せるんだって、ね、シュッ、ホイールは、いや、遠慮しとく。気持ちいいだろうけど、ボー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 。お、待って、ビームが優秀すぎる。スリープか、下行くとなんか1キャップありそうだな。ねえ、まあ、行けなくもなかったんだろうけど、もうご了承になっちゃうか。あ、よかった、ここ乗れんのか。なんか背景な気がして。君のあれにバード、パラソルに石があるんだけど、襲ってくるんだけど。勝った、待って、ビームが強い、レーザーが強い。ほら、あー、ジャンプか、ハイジャンプね。ハイジャンプ、ポン、あ、あれハイジャンプが飛んでたのか。てかすげえジャンプするな。いや、いや、危ない、出なかった、あれ出なかった、あれがジャンプが出なかった。え、ビーム欲しいんだけど。ボスでしょ、そろそろ。絶対ビームで、ビームじゃない、レーザーで後ろからピュンピュンやってれば勝てるでしょ。でもハイジャンプでいくか。あー、いたいた、え、いたよね、え、いた。これもしかしてさ、地に足つけてないとダメ。ヨーヨーの彼はこんな見た目だったけど、ボスでこんなんいたかな。はい、はい、
車、うわっつっ、待って、意外とファイジャンプ強いんじゃない、そんなことねえや。波、おい、着地で当たるもんな、ね、マイク、あーマイク、意外とコピー能力で戦うよりもこれ当てた方が強かったすんでね、引き返しやがった。これもしかして連戦、あ、出る出る、でもマイクあったからいける、普通に吸い込んでいきましょう、時間かかるけど、お、野球ボール、あ、ボール、何それ、ボールって何、ジャンプ直だけどいつまで来るかですね、タイタル攻撃、オッケー、行くぜ、ダメじゃないか、マイク、無敵のマイクだ、行くぜ、マジか、リセイクできたじゃない、ダメか、ジェスパー、しっかりとカウントに残ってやがる、えい、あ、吐き出しが意外と多いな、もしかしてこれ真後ろアンチなのじゃん、スポー、まずい、意外とこっち、あのバボちゃんもどきみたいなのさ、こっちに来るのすげえな、これ何、あ、そこでスパークか、これホイールきっと、ピョン、こっち来んのかな、なんか個人にとっては来なそうだよね、カービィがいたら来ないかもね、おきつ、マイクはいいよ、どこ行っても動いていくか、ほら、あ、来た、ひぃ、ワルディが出る前に、あ、ダメか、反対あったんだ、ちょっとカービィ、待って、そう、意外と後ろすぐ向けない、すっていう、やっぱりパラソルか、何死んだ、3ギガやれた、これで、え、28分、もう30分経ったの、またベルディング。